初めましてアニポス CEO 獣医師の大川ですこれは私です以前まで動物病院で診療していましたアニポスはペット保険をペット医療の当たり前のインフラにするインシアテック企業ですこれは犬猫の死亡原因です1位が癌2位が心疾患と犬人の死亡原因と大差がありませんそうです困ったことに犬や猫も病気になりますペットが病気になってお世話になるのがペット医療です獣医師であれば 治療を続けたいが費用的に厳しい諦めざるを得ないといった辛い経験を何度もしたことがあると思います私も何回も経験しましたこのようなペット医療に係る飼い主の経済的リスク移転の方法でありペット医療を支える非常に重要な役割を果たしているのがペット保険ですその市場規模は1000億円と現在はニッチではありますが加入率は低く9割以上が未加入という大きなポテンシャルを秘めた市場です ペット保険市場はペットの家族化ペット医療の高度化高額化を背景にニーズが高まっており年成長率20%のスピードで成長している成長市場です我々アニポスは成長市場をより健全に早く成長させすべての飼い主に適切なペット保険に加入しているようなそんな社会にしていきますアニポスアプリでペット保険 UX 向上をアニポスクラウドで保険 DX 化をペット保険業界に提供していますアアニポススプリサービスですが アプリを使い動物病院でもらった診療明細書を撮影するとすぐに保険請求が完了しますアニポスではこの飼い主が撮影した明細書情報を AI OCR をベースとしたオペレーションでデータ化し AI 査定を行いその結果を保険会社に提携しています連携していますアニポスの仕組みによりペット保険会社は大幅に業務効率化が行われより多くのペット医療情報を取得することができますこれは保険請求数におけるアニポスアプリの請求割合のグラフです アリポスアプリ請求は飼い主にスムーズに受け入れられ、導入11ヶ月で9割にも迫っています。日本のペット保険会社は18社様ほどですが、アリポスアプリサービスは現在この3社様に導入しております。他にも6社様と提携準備を進めており、えー、進めております。アリポスサービスは飼い主様そしてペット保険会社様に求められているサービスであることを自覚しています。 飼い主の保険 UX 向上保険会社の DX 化を同時に高いレベルで実現しペット保険の健全な成長を加速させることができるのはペット医療に精通しネットワークを持ち確かな開発チームがあり強力なパートナーとの関係構築をしてきたアニポスだからここそでできることです5年後には200万人の飼い主様にア,プリアニポスアプリを利用いただきアニポスがペット医療のインフラ企業になっています。 大量の医療データを用いて、保険会社様の迅速な成長、そしてペット医療の進歩に貢献していきます。最後に、アニポスを応援すべき理由を述べます。アニポスアプリには、明細書で寄付という、えー、明細書を撮影するだけで動物たちを助けることができる仕組みがあります。最優秀賞受賞の際には、アニポスの明細書で寄付を通じて、賞金全額を動物たちに寄付することを約束します。動物と幸せに暮らせる世界を作る、幸せに暮らせる世界を作るアニポスでした。ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。素晴らしいですね。なんかペットで言えば、なんかスタートアップイメージはしないんですけれども、素晴らしいプレゼンテーションでしたね。ありがとうございました。では、早速ですけれども q&a です。質問ある方いらっしゃいますか？じゃあ深澤さんお願いします。 はい、プレゼンありがとうございました。あの私はペット分かってないですけどね。本当にあのそういう社会問題になってるのかなと思いまして。市場も伸びてますよね。はい、で、質問としてはあの保険市場伸びている中で、その自ら保険をやられたらいいんじゃないかなって思ったんですよね。つまりこうテイクレートどれぐらいなのかな？って思ったんですよね。なのでちょっとそこの質問なんですけどもはい、えー、っともちろん、あのオプションとしては考えておりますが、まあ、今の時点で。 はやはりその保険会社様の方にあの大きな課題があることを我々認識しておりますのでまずそこを解決することがあのこう市場全体業界全体のためになるんじゃないかなっていう仮説の元あのとにかく保険会社ペット保険会社様のサポートをする方にこう徹底しているという次第ですもちろんオプションとしては考えていますわかりましたありがとうございますはいミキさんお願いします。 はい、あの私もなんか保険会社をやられたらどうかなというのともう一つその、まああの、紙を写真に撮るということではなくてそもそもその、えー、動物病院さんにシステム的に導入するというアプローチもあると思うんですけどもそれを取らなかった理由というのを教えていただけますすででしょうかこれはですね私自身もあの動物病院を経営していてあのその、まあ、動物病院側のこう気持ちとしてあまり情報を出したくないというのが実はありまして。 1>, あの1回、実はわれわれも動物病院側から情報をこう提供してもらうっていうことにチャレンジしたことがあるんですけれども、これ、うまくいかなかったんですね。なので、ちょっとこう間接的にはなってしまうんですけれども、まず飼い主さんに渡ったデータ、情報を再度、われわれの方で取得するっていう方法、今の方法にあの切り替えて展開しているという次第ですありがとうございます。はい、堀さんどうですか あって3社提携したぶん頑張れば18社全部取りに行けると思うんですけどそれでもまあプロ野球の球団数よりちょっと多いくらいだと思うんですけど <laughs> その先のビジネスモデルとしてはそのたまったデータを使ってな何にマネタイズすることを考えてらっしゃるのか教えてください。2>, えっと、2つございまして、えっと、1つは海外展開ですね。でもう,個もう1つはあのペット保険と同じような課題をかいあの抱えている他の他分野の,あの保険分野への,あの展開を考えております。 で今貯めている動物医療データに関してはあの製薬会社さん等にですねあの提供してまあいわゆる、うん、薬薬育と呼ばれる分野ですけれどもその市場に出回った薬がどのように効果効果があの出ているのか効果が出てないのかみたいな形のこうフィードバックするためのあのツールとして製薬会社さんにあの提供していきたいなというふうに思ってますはい理解しましたありがとうございますはい thank you very much 株式会社アニポスでした thank you very much お疲れ様でした<あ> All right.